いつもご視聴いただきありがとうございます。自然菜園ライフスタイルチャンネルの竹内です。今日は自然農法国際研究開発センターにお邪魔してます。はい、2005年ですのでもう16年前になりますね。僕はここの、本格研修生として最後の修行を終え、今の家庭菜園教室を始めた最後の修行先であり、未だにいろいろ勉強させていただいております。ちょっとこれ見ていただけますか。はい、公益財団法人自然農法国際研究開発センターですね。ちょっと長いのでね、自然農法センターっていう形でよく呼ばれてます。で、僕がね研修させていただいたのはこの育種チームっていう形で、この妙高だったり上高地だったり、一番売れてる種っていうとこれですかね、ちくまの五寸という形の人参の種取りとかをね、自家採取の基本の基本をねここで勉強させていただきました。あっちちょっと見てみましょうか。こっちいいですかね。はい、これ懐かしいんですよ。実はですね、僕が研修した時に試験をしていた時のデータですね。これはね、上高地というキュウリとバテ知らず2号というキュウリをどういうふうに仕立てたら一番収量性が高いかっていう形で、毎朝ね取りに行ってキュウリを重さ測ったり、 A 品 B 品 C 品なんていうのをね、2人で研修生2人で、数を数えたりしたのを覚えてますね。はい、あとこのサンティオのね仕立てなんかもこの時ですね、1本仕立てって1本でやる時と2本の時と4本の時っていう形で、まあ、こういうデータが今なってますけども、僕の時代にこれを検証させていただいた時に実際に重さを測って仕立て方によってトマトがねどういうふうに実をつけるのかっていうことをね試験場でしたので、この研修を通していろんなことを学ばせていただいたね、すごい懐かしい僕にとっては思い出の試験ですね。はい、で今ねここにありますのは、自然農法センター玄関入ってすぐのところにある、種ですね。はい、今60種類ぐらいあるそうですけども、自然の種という形でやってます。下にね概要欄にサイトありますので、そちらでね購入することができるのでね、ぜひ見てください。今日は、私個人が実際に種取りをしているおすすめ野菜を紹介しようかなと思います。例えばね、一番古いのは2000年ぐらいかな、僕が家庭菜園始めた頃に一番最初に種取りしたのはこの島村インゲンですね。豆科なので自家採取、交雑って言って混ざらなかったので、この島村インゲンをね育てたのすごい鮮明に覚えています。はい、非常に美味しいインゲンでね、豆にしても美味しいのでねおすすめです。あとはね、未だに育てていて自家採取のもちっとコーン、はい、今こんな可愛らしいね袋が出てますけども、日本では珍しい固定種のスイートコーンですね。家庭菜園向きでね、バラバラとね一斉に同じ時期に登熟しないので、家庭菜園で行った時に取って美味しかったり、もしくはちょっと硬くなったのは僕ご飯と一緒に炊いたりしてね、未だに種取りしてますね。あと先ほどもちょっと紹介したちくまの五寸人参、火山バイドのね人はねこれすごい育てやすくね美味しいのでね、多分今でも一番売れてるんじゃないかなと思います。あとねいっぱいあるので迷っちゃうんですが、これエルゴ、これエルーゴって言うんですけども、エルーゴって言ってこれレタスなんですけども、まかないレタスで暑さに強いので、このままにしておいても糖が立ってくるので種取りしやすいですね。はい、どうしてもねついつい種取りしやすいものだったり美味しかったりするものねあります。あと川品かきな、僕がねセンターにお邪魔した時にはね、川島上長っていう上長がいて、その上長が育てていた自家採取していた柿菜ですね、遠だった菜っぱをね野良ぼののようにね取って食べます。あとはねいろいろあるんですけどね、あカチワリ懐かしいところで、まあ、自然農法でね非常に年を越しても1月2月とかでもね美味しく食べれる冬至かぼちゃとか、もしくはボックスです、これ好きですね、在来青ナス、これ、はい、青いんですけども鹿児島の血が入っているので非常に無肥料栽培に向いてますね。ですので僕これ育てるときは米ぬか絶対補わないようにしてますね。はい、あとはね若緑地梅、これ地梅きゅうりで非常に7月とか8月、まあ、僕のところだと7月ぐらいに巻くと地梅ですごく美味しいきゅうりでね、これも自家採取してますね。はい、あとはあります、あとハッパード、これ長野県の
在来品種なんですが、ゴロゴロすごいなるのですごい取れますね。もう本当に堆肥所から出てきたかぼちゃみたいな感じでゴロゴロゴロってなるので、これはね育てるとねいっぱい取れますね。はい、まあ、本当に種僕大好きなので新しいものもあるし懐かしいものもあるしいろいろですけどもね、ぜひね自然農法で育てやすいのでこういった種をね育てて自分で自家採取して自分のね地域風土に合ったね野菜に育てていただけると嬉しいかなと思います。僕もなんか欲しくなりましたね。はい、すいません話でそれましたね。ですね、こんな形で自然農法センターでは自然の種という形で自家採取できる種、交配種であっても在来種であっても固定種であっても自家採取できる種を用意してますので、もしよろしかったらね概要欄見ていただいて自分の家庭菜園の仲間にね入れていただけたらなと思います。今日はご視聴ありがとうございました。またね。